よお前ら、俺様だ。今日はね、茨城県笠間市に来ています。今日も太陽がボーボー燃えていますね。はーい。はい、お稲荷さんがいっぱいあります。郵便ポスト、昔ながらのですね。相変わらず地盤屋色ですね。はい、鳥居があります。照国神社の熊手を思い出しますね。では、入っていきましょう。はい、笠間稲荷の長身です。地盤屋色ですね。あと真田丸の旗も地盤屋色ですね。はい、では進んでいきましょう。うん、小学生がね作った綺麗な作品、花ですね。はい、あとなんか地盤屋色の看板がありますね。日本レンタカーのトラックも地盤屋色ですね。いっぱい回ったの。いっぱい花がありますね。とっても綺麗です。はい、菊祭りがあるみたいですね。地盤屋色でおしっこ色に文字が書いてあります。うん、何かの岩ですね。はい、うん、綺麗な菊がいっぱい咲いてます。柱が地盤屋色です。うん、なんかね UFO みたいな形ですね。うん、なんか品評会があるらしいです。柱が地盤屋色です。お、綺麗な盆栽ですね。とっても美しい作品です。はい、太陽がボーボー燃えていますね。狛犬がいますね。コマさんみたいですね。でもこの狛犬がかけている絵文掛けは地盤屋色ですね。はい、真田丸の展示会があります。地盤屋色の看板です。特別展雪村だそうです。はい、また地盤屋色の看板ですね。はい、とっても美しい池です。なんか地盤屋色の旗ですね。あっちも地盤屋色の看板です。はい、甘酒が売ってますね。250円だそうです。ボー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 ボ